青のりを、青のり香りがめっちゃ良いんです。醤油をかけて終わり。最初の温泉使うか。そしてここで軽く混ぜていきます。何でしょうか、これは。黄色い液体、からしでしょうか。からしですね。からしを入れていきます。2パックなので2個入れます。この量でこのからしでいいのか分かりませんけども、こちらは納豆のソースですね。納豆ソースをこちらも2パック入れていきます。かつお、香るかつおタレだそうです。かつおと納豆は合うそうです。かつお節入れます。青のり入れます。この青のりがおすすめです。最後に卵を入れて、セーブ。納豆を乗っけて、キムチを乗せ、最後にマヨネーズ。これで完成。ちょっとしたおつまみにも